はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さんみかんこは楽しんでいらっしゃいますでしょうか。今日はですね、高校用怪獣みかんってやつをね、組んできたんでご紹介をしていきたい。あのみかんこって、全員がアマゾネスの剣士になるっていう、あのそういう効果を持ってるモンスターでございまして、攻撃力ゼロなんでね、相手のモンスターが強ければ強いほど反射ダメージを与えられるんですよ。だあの相手のね、あのね、打点がね高ければ高いほど、まあそのダメージ与えるダメージが増えるっていう、まあそういうテーマになっていまして、でね、高い打点を用意するにはどうすればいいかと、これね怪獣とラバコなんですよ。だから今日はね、そっちの方に寄せてきました。ラバゴ、それから怪獣、そして、妨げられた怪獣の眠り、この辺のカードを使って相手のモンスターを背負って、で盤面に的を用意します。はい、でそのモンスターめがけて、こいつらで自爆特攻をして、でまああわよくばこの、モノハの剣という、この戦闘ダメージが、お互いに受けるという効果、これを持っている装備カードを相手のモンスター、相手のまあ怪獣とかの箱に装備して、でそいつめがけて自爆特攻する。でちなみにモノハの剣を装備したモンスターが未完工に殴られた場合、なんかあの戦闘ダメージが、その反射が倍になるっていう仕様がありましてね、これあのお互いにダメージ受けるんだけど、ダメージ受けるのは相手だから、なんか相手だけなんかあの戦闘のダメージ倍受けるっていう、なんかガチでやばいあの動きになるんですね。だからまあこれとめっちゃ相性が良くて、あのみかんこっていうのはこれをね全力でサーチするようにね、アームズホールを入れております。はい、でアームズホールがね発動するターン追加ができないんですけども、これラバコと同じなんですよ、制約で。みかんこって召喚剣使わんくても展開できるんですね、あの儀式モンスターのこの伝承と、大姫さえあれば、あのこいつ出せるんで、だこれをね今回を狙っていく、まあそんな感じですね。だから通常召喚剣使わないで相手のモンスターラバコで処理ます。儀式をインチキで出しまして、でこいつと、まあ、これでワンキルみたいな感じのイメージですね。でまあギミックはあのそのコンボパーツ、まあ、ある程度要求値高いんですよ、ある程度ね要求値高いんで、それ揃えられるように、例えば天帝の使徒からのガルーラワンドローとか、このドラグマクシムスドラグマからの、アークデクレアラーとガリューラを落とすとか、ね、こういう動きをしてアドバンテージめっちゃ稼ぎながら、この大姫の未完成につないでいくみたいな、そんな感じですね、イメージには。はい、あとはなんかそのギミックをサポートすればいいんで、別に何入れてもいいんですよ。こうあの天帝の使徒じゃなくて強欲な金マナツボとか入れてもいいし、なんか強欲で貪欲なツボみたいなカードを入れてもワンチャンいいかなと思うんだけども、まあ、とにかくやりたいことは相手のマス勝ります、大姫出します、モロハの剣装備してぶん投げバーンです。簡単でしょ。あのね、回すのそこそこ簡単なんでね、ぜひ皆さんも使っていただければと思いますので、はい、やっていきましょう。僕はこれでなんかよくわかんないけど、なんか6連勝ぐらいしました。はい、まあ、そこそこ強いです。デュエルスタンバイ。なんかさ、ピュアリー多いからさ、意外とさモロハ引いたらいけんだよな。まあちょっとね、あのスリーピーメモリーが来ちゃってるから、ドローでねその回答引かれるっていうことはもちろんあるんだけどさ、デクレアラディバイナ、何なんだ、ミラークセーぞ。でこの時期デクレアラディバイナ使ってるやつ、あでもそうだよね、これでだってケルベック落とさないってことは、これ多分普通にミカンコでしょ。あーミカンコカグラ来た、マジでミカンコデッキだわ。あドラグマ、え、これ、いや、でかい！マクシムスドラグマ、え、これ、俺もアドバンテージめっちゃ稼げる。俺、アドバンテージめちゃくちゃ稼げるんだけど、マジ？マクシムスドラグマは相手のね、エクストラデッキを送らせるって効果あるんですけど、やべ、でかすぎ。でかすぎ。え、でかすぎ。儀式の準備あるから、アーデックいらないか。これ、ヌトス砲とさ、ガルーラでいいんじゃない？中南置いておくと進行召喚されるんだよね。多分、ブレイバーとか。だから、まあウララケアでガルーラから行って、でヌトス、まあ、ウララケアとか別にウララ打たせた方が良かったけど、これでヌトスをバチッコリぶっかまして、でワンドロー、今んところ分かんないっしょ、これなんかラビリンスに見えるんじゃない、相手誘発なんもねえな、なんだラビリンスかクソとか思ってんじゃん多分と俺は読んでるけど、全然違うんだな。びっくりするぐらい意味わからんカード入ってるみかんこなんだな。てか完全に高校に寄せてるみかんこなんだな。さあハレちゃんで
ハルちゃんの効果で装備カード装備されると装備カードを回収するというかサーチできるという効果あるので、これ装備持ってきますよ。これあれなんだ、あー持ってんのか、あうまいね。でこれで多分フーリーかな。でフーリー特殊召喚しトラップカードサーチまであるかな。まあでも全然問題ないですね。あライトニングストームとかいうガチやばいカードあるんで、後ろ飛ばせば大体味覚大丈夫です。対象に取れないだけで別に装備カードを破壊することができるんで、ライトニングストームとかハーピーの跳ね動きとか結構辛いです。未完工はね。で、後ろ剥がしてあげれば、相手の風鈴の効果が無効になってるから実質。だから対象取れるようになるんで。うわ、モルハールから勝ちじゃね？なんか俺勝ちな気がするんだけど、俺これ。ライトニングストーム発動。まあ、もちろん、破壊するのは、後ろ。ライトニングストーム。さあどうする、パリーンこれが一番強いから。で、まあ、儀式の準備で一回ちょっと裏々チェックしますか。なんもないっすね。なるほど。無限コインを打てないから、あとあるとして辛いのは、増殖する G とかだけど、まあ、チェーン打つんねえな。これ増殖G もねえね、これ。多分。増殖する G もねえ。で、電池症の未完工で、風利送って、まあ、ラバコ出す予定なので、まあ、召喚権を使えないので、基本的には。なので、なんかこういう、なんかその召喚権使わなきゃいけないみたいなモンスターは墓地に送っといて、あとで、その、装備カードを、なんだっけ、ちょっと忘れた、あの名前、あの、迷わしどりだ。迷わしどりで装備を付け直して、蘇生すればいい。これあげちゃう、これあげちゃうで、これ装備しちゃう。バトルフェーズいきまーカス。自分から高校取ってるとバレんだよな今と高校取ってくるやつとかもう未完工以外いねえだろみたいな話あるよね。この診断直後のさ、クシャトレユニコーンで、エクストラデッキは何枚抜いてもいいよ。エクストラデッキで、ね、なんか500枚くらい抜いていいよ。あ、でも合金打ってあるなら6枚だけ残して。6枚残してくれたら何枚抜いてもらっても今。で、セグメンタルドラゴン、クシャトレラライズイングハーツ。やべ、つえ。よいつ、シャングリラムーブか。魔法トラップゾーン埋められんのか。あ、間違った。モンスターゾーン埋められんのか。怪獣あるからなんとかなりそうだけどな。シャングリラ。でも合金これ言ってんのかな。シャングリラ出てくると合金打った瞬間になんかめちゃくちゃなあのこと起きる時あるからね。合金この間さ、俺シャングリラ相手にしたなんかその何も考えずに脳死でさ、まあ、とりあえずメインフェーズで開始時合金打つかって合金ポンって打ったんだよ。何も考えずに。もしなんかあのディアブロシスとまあ、シャングリアの効果で俺のデッキほとんど破壊されて負けるっていうなんか大事件が起きたからまあそれ俺が悪いだろうみたいな話なんだけど、合金って裏側除外するからね、シャングリアの効果発動しちゃうんだよね。ちょっとそこだけねマジでね注意した方がいいね。これ合金言ってない可能性が高い。つまり何が言いたいかっていうと、さあとりあえずライズハーティングとクシャトリラフェンリルで、あーまあ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 、これ電脳銃ね。これさ、てかさ、そもそもさ、ピュアリーの前にさ、クシャトリラ来ると思ってたけどさ、来ないかったの、運営警戒しすぎなんだけど、てかそもそも、ちょ、一個言っていい？で、クシャトリラが実装されないで、ピュアリーがほぼフルパワーできてるのはどういうことなんだろうね。意味はちょっとよくわかんないけど、まあ、やっぱピュアリーのパック買わせたいのかな。まあ、ちょっとまあ、ある程度ね、多分売り上げ結構あると思うからね、この、パックね。まあ、ピュアリーはね、なんかその可愛いし強いし、売れそうだけどね。ただ、一個言えるのは、あのデッキマジでむずい。ちょっと使ってみてよかったわ。ちょっと俺、これ使いこなせねえなって思った。正直ね。シャングリラー。シャングリラ君の効果、鬱陶しいな。鬱陶しいな。ディアブロシスも鬱陶しいけど、シャングリラマジ鬱陶しいな。これね、多分ね、合金打っちゃダメなんだよ。合金打つと世界が終わるから合金も打っちゃダメで、で、シャングリラをリリースして、で、ディアブロシスだけだったら全然多分大丈夫。で、問題は、こっからどうやってキリを取りに行くかっていう話なんだけど、8000なんだよな、相手。3体並べればなんとかなるか。
体なあの3体並ぶかもなこれ、このハンド、まあ、ちょっととりあえず一旦チェックしに行きましょう。なんかあるね、トラップカードなんかプリペアとかなんじゃないのこれ、違う、これどうしようかな、これワンドローを入れた方がいい気がする。もうなんか破壊とかし後ろ多分そんな強くないと思うんだよね。だから無限法要とかあったら、まあ、鬱陶しいかなっていうぐらいで、ガルグラ効果でワンドロー入れます。で何らかの効果チェーンしてます。モロハモロハやばい、神カード来たかもしれん、神カードかもしれん、これは神ドロー来た。だって大姫の効果使って合金いらないから合金せよ、もういらないいらない、こんなカードいらない。でさ、これさ別さ大姫に多分釣られるっしょ相手。大姫のみかんこちゃんの効果発動します。さあサーチ入れます。あ、それも通す、なるほど。伝承のみかんこ持ってきます。合金もいらないから捨てます。でここの伝承のみかんこと大姫に相手の誘発とかトラップ打たせて、いやこれ絶対打つって、大姫にはさすがに召喚ムービーあんだから、召喚ムービーあるから打つでしょ伝承のみかんこ発動で。で大姫のみかんこを特殊召喚したいんですけども、はいはい、でだ、伝承のみかんこの効果発動って言って、クシャトリラバースか、あやばい忘れてた、うわー、いややべえ、ちょバースの効果せさどうしよう、召喚か、えでもこれ法要でも大丈夫じゃね、これだってどっちかの攻撃通りやん、法要でも大丈夫だよこれで、みかんこ、これでちなみにもう法要は打てなくなるな、もはやもはや法要が打てなくなるっていう説はあるぞ。今だと打つんなら、打つんなら今ない、じゃあモロハでこれ対象なんでもいいんだけど、なんでも多分 OK だからさあどうしますか、あれバトルフェイズあれあれ5300の倍ダメージあなたのライフに入りますけどマジでこのデッキ神ゲーだな。やっぱなんかこういうなんか狙ってること一直線みたいなデッキが一番おもろい、てか一番なんか気持ちいいね、決まるとね。なんかねやっぱね僕プレイングゲーの遊戯王結構向いてなくて、ちょ頭悪いもんですから、なんかね例えばピュアリーとかね最近だとなんかねマジで使いこなせないですよねなんかよくなんか鼻くそ欲しいだからよくわかんないけど、まあ、とりあえず相手のオスターしょってなんかモロハつけてぶん投げればいいんでしょうぐらいのねデッキが使ってて一番楽しいまではありますねはい、正直ね妖刀竹光とかいうガチでヤバいカードを装備されました。さあ御用ディフェンダーとかいう激最強モンスターによって何が出てくるのか、イゾルデか、イゾ&ルデね、イゾちゃんとルデじゃんね、妖刀竹光イゾルデ効果発動、戦速モンスターサーチ、わからんな、一体何がしたいんだこいつは。エクスパラディン、いいだろう。エクスパラディン、あそうだ。竹光、いいね。あのね、昇格使徒で思い出したわ。あの、遠征騎士がね、強くなってると思います。今、みかんこ、ちょっと、まあ、ちょっと構築してみないとわかんないんだけどさ、みかんことね、相性割といいんですよね。遠征騎士って。まあ、炎戦士のハレがいるのも、まあ、一応あるんですけど、結構装備カードを多用するテーマなので、あのみかんこがで装備カードがね、あの装備されてうんぬんかんぬみたいな効果ある、シャルルとかね、遠征騎士めちゃくちゃ多いのでね、そういう効果が。アナコンダ何これ、枠以降でも打つんか、デスペニか、レッドアイズフェージョン誰、世界最弱のデッキ融合カードじゃないかやばい、ちょっと普通にやばい、レッドアイズ、ブラックドラゴン扱いのメテオによって1200万をぶち込まれていく、やばすぎやばすぎる、
ベルティアナコンダに妖刀タケミツが装備されていく。で黄金色でカードが2枚ドローされ、さらに2枚ドローされていく。やばすぎる。ちょマジで黒煙弾3連発やめてよ。ドローしすぎでしょ。ドローしすぎやろ。6枚ドローキモ。じゃマジでやめて。連続魔法やめろ。ちょ待って、待って落ち着こう。落ち着く。話し合いばかり。あ、話し合いばかりですか。話し合いばかりですこれ。はい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 。あ、これ話し合いができる人ですね。これライトニングストームして、いやこれワンチャンあった。え、これ勝ったまである。大姫ハレ、大姫で、いやこれ勝ったまである。レッドアイズスピリッツ。あ、話し合いましょう。話し合いましょう。話し合いが分かると思います。あおい、俺何もしてないぞ。